この近くの葉きっと来てくれると思ってたわ。もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、異なる選択が引き起こす結果を表している。そして一瞬ごとに無数の選択が同じ点に収束し、現在となり過去となる。これが君の選択？私の頼みに応え、助けてくれること？ええ、ジンの状況には私も手を焼いているの。この泉州で頼れるのは君しかいなかった。魔音の実、それは逃れることのできない長命種の宿命で、折り重なる感情と記憶が引き起こす狂気の病なの。ジンはほとんどのことを忘れてしまったのに、魔音の実は依然として何らかの形で彼を苦しめているわ。泉州に来てから魔音の実の発作はとてもひどくて、一時期は私の言霊でも抑えられないほどだったの。こんな状態では青函旅行をすることなんてできない。だから私は言霊で魔音の実の影響を弱め、しばらく封印しようと思ってる。でも言霊を維持している間は他のことに気を回せないから、君に森役をお願いしたいの。ジンを抑えている間、私を守ってちょうだい。私はいつ危機が訪れるのか、どんな危機なのかも知っている。だから心配しないで。私たちが協力すれば必ず難関を越えられるわ。その上、君が何らかの被害を被ることもない。今近くをうろついているモンスターがいるんだけど、そのまま放っておくと面倒なことになる。やっつけてもらってもいいかしら？君は必ず勝つわ。ガツンと来るやつでいこう。泣いてよ、そこへ。立ち、切る。はい。助けて、スワローグ。ガツンと来るやつでいこう。陛下に慈悲なし。大事に。気をつけて。気をつけろ。私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。食材の時だ。バトル体験を改善しない。ふん、2倍速ってこんなもん。機を逃してはならない。泣いてよ、そこへ。もうじゃ再臨。殲滅開始。すぐ餌にかかる。お別れの時だ。陛下に慈悲なし。立ち、切る。
ツンと来るやつで行こう。天使を授けん。泣いてよ、ここへ。やっかよ、避け。償いたまえ。ガールから離れる。助けて、スバローグ。亡者再臨。排除する。2倍速ってこんなもん。陛下に慈悲なし。ベレシコ。皆さんのお役に立てたかな。目を開けたら君の姿が見えるなんて久しぶりの体験ね。ええ、当然ね。ジンの現実を感じる機能は私によって強制的に断たれたわ。今の彼は私の声しか聞こえず、私が触れたもの以外は何も感じない。そして私はこれから彼の意志を泉州から遠ざけ、将軍、慶竜、王政と君のお友達の炭鉱君を忘れさせるつもりよ。この過程も同じく邪魔が入っちゃダメなの。でも始める前に君の質問に答えることはできるわ。え？助けてもらうんだもの、お礼としてね。私に聞きたいことはない？私は君を眠らせたのに再び呼び起こした。ヘルタで放置したのに今度は選手へと誘い出した。多くの説明を省いているけど知りたいと思わないの？急がないで、時間はまだあるわ。まずは考えてみてから戻ってくればいい。でも普通に答えるなんてあまりにも退屈よね。嘘か誠かゲームをするのはどうかしら。これは私が銀狼とよく遊んでいるゲームで、心理戦みたいな要素があるの。二人で交互に質問するんだけど、嘘をついてもいいのよ。でも答えは必ず一つの真実と一つの嘘でなければならない。つまり私が答える内容のうち一つは真実で一つは嘘ってことよ。でもどれが真実でどれが嘘かは質問をした人が自分で判断する必要があるわ。でも無限に時間があるわけじゃないから2回だけ遊びましょう。私は2つ質問したいことがあるから、君の質問にも2つだけ答えてあげる。忘れないで、一つの真実と一つの嘘よ。あら、それはルール違反よ。ゲームは双方が自覚を持ってルールを守らなければ成立しない。でもルールを守らなくても私には知る方法がないから、道徳に君を裁いてもらうしかないわね。でも私は誓えるわ。必ず一つの真実と一つの嘘というルールを守るってね。お手本としてまずは私から質問するわね。緊張しなくていいのよ。一つ目の質問は緊張するような内容じゃないから、ただ真実と嘘で答えればいいの。このゲームの面白さは2つ目の質問の時に現れる。1つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？はあ、私がカフカをどう思っている？どう答えればいいんだろう。もし本当のことを答えたら
次は嘘をつく必要がある。逆もまた同じだよね。もしくはルールを破る。本当に破っていいの？やっぱり本当のことを答えよう。ほら、こんな感じよ。簡単でしょ？君は自分の考えを隠すのが本当に上手ね。一旦ゲームを中止しましょう。運気軍が来たわ。彼らを追い払ってちょうだい。ええ、私が処理するから、その後のことは心配しなくてもいいわ。衝突は避けられない。これが運命なの。よ、叫ぶ。タッチ、キル。ガツンとくるやつでいこう。亡者再臨。泣いてよ、ここへ。はい、ガツンとくるやつでいこう。ほら、これが未来よ。無限の可能性があるように見えても、決まったことは必ず起こるの。今の衝突は避けられなかった。なぜなら他の可能性が存在しないからよ。私の言霊はまだ駆け終わっていない。でもその前に、もう一回だけならゲームをすることができるわ。質問はもう考えたかしら？考え終わったら来て。それまで待ってあげるから。嘘か誠かゲームを再開しましょう。君の番よ。質問は2つだけ。カフカは片方だけ本当のことを答え、もう片方は嘘をつく。でも私はカフカがどの質問に答えるときに嘘をつくのかわからない。何について質問しよう。ジン、彼はタンコを知っているみたい。二人はとても奇妙な関係だけど、もしかしたらカフカから事の真相を得ることができるかもしれない。師と弟子の関係よ。炭鉱君は前世では彼の弟子だったの。遥か昔、ジンの弟子数人が手を組んで彼を殺した。ジンは復活し、多くのことを忘れてしまったけど、弟子たちが彼を殺した夜のことは覚えていた。だから全宇宙で自分を殺した者を探しているのよ。彼らに血であがなってもらうためにね。
何を言っててもちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのかわからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。君の次の質問が面白いことを期待しているわ。このゲームのルールは現実と同じよ。私たちはみんな自分に無限の可能性があると思っている。でもよく考えてみたら本当の可能性はごくわずかで、どの質問と答えも過去の選択に固く縛られている。未来はまるで迷宮のようで、多くの分かれ道は誘導に過ぎない。本当の道は一つしかないの。ただの比喩よ。信じられないのなら試してみるといいわ。もうすぐもう一度戦闘が発生する。君はこの可能性を変えられるかしら。ガツンと来るやつでいこう。泣いてよ、ここへ。気をつけて。助けて、スバローグ。天使を授けん。ガツンと来るやつでいこう。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。亡者再臨。陛下に慈悲なし。立ち切る。やったよ、避け。償いたまえ。ガールから離れる。ガールから離れる。大丈夫。殲滅開始。助けて、スバローグ。皆さんのお役に立てたかな。へえ、さすがね。でも未来に起きることは依然としてはっきりしている。本当の試練はこの後にやってくるわ。若い運気軍の剣士は手強い敵よ。でもその前に嘘か誠かゲームの続きをしましょう。また私の番ね。二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？会いたいかどうか、どういう質問なの？彼女が一番答えを分かっているはずなのに。答えは当然。会いたい。だから私の答えは、いいでしょう。私の質問はこれで終わりよ。驚いたわ。まさか君を見透かすことができないなんて。
一部はね。私にとってこのゲームの答えが本当か嘘かなんて重要じゃないの。さあ次は君が質問する番よ。準備ができたら私を探しに来てちょうだい。君の質問はこれで最後よ。私に思わぬ驚きをもたらしてちょうだい。前の質問でカフカが嘘をついていたかどうかはわからないけど、確定していることがある。思い切って全く新しい質問。カフカ、彼女は私を請求列車に送り込んだ。彼女に関する全てが謎に包まれている。私は彼女のことをもっと知りたい。自分を変えるためよ。私には恐怖という仕組みがない。私の頭と心の中には空洞があるのに自分でも実感できないの。だから自分で自分を変えられない。でもエリオが手助けしてくれると言った。彼の指示に従って行動すれば。だけどね、性格ハンター、せっかく将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに、君たちは恩知らずなんだね。あれ、どうして性格ハンターと一緒に？この子は私の言霊に操られているのよ。私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるの。ねえ、あの少年を倒してちょうだい。それで君の任務は終わりよ。この蹴止め。ガツンと来るやつでいこう。泣いてよ、ここへ。怖くない。殲滅開始。悪を払う。大丈夫。焼きかよ、避けん。片付け。クラウルから戻れる。もうじゃ再臨。償いたまえ。クラウルから戻れる。リポッポした。いい度胸だ。虫などが。クラウルから離れる。立ち切る。陛下に慈悲なし。私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。クラーラもみんなを守りたい。デスバローブ。大丈夫、問題ない。バトル体験を2倍速ってこんなもん。勇気を出さなきゃ。隠れろ。お別れの時だ。天下無敵。戦士を授けん。もうじゃ再臨。怖くない。殲滅開始。リポッポ。泣いてよ、ここへ。期待に応えられなく。もし君がいなかったら
私とジンはさっきあの子に捕らえられて優秀国に入れられていたわ。サムと銀狼が私たちを助け出してくれるけど、ジンはひどい怪我を負うことになるでしょうね。その上、私たちと泉州の関係はもっと悪化するはず。できればそんな未来は避けたいと思ったの。もう行ってもいいか。ええ、一時的に魔音の実を抑制できたわ。あまり強い刺激を受けず、知っている人にも会わなければ問題はないはずよ。待って、私と一緒に来ないの？すまないカフカ、一人だけたくさん世話になった人がいるんだ。その人に会いに行かねば。それなら好きにすればいいわ。どうせこの後のことについてエリオは何も言っていないもの。助けに来てくれて本当にありがとう。また会いましょう。お前のことは覚えている。お前は以前カフカに付き従っていた。違うか。いつだったか、あの女がある任務をこなしていた時にお前がそばにいた。覚えているぞ。あの女と共にいてあんなに長く生きながらえたのはお前が初めてだ。どの性格ハンターもエリオと取引をしている。他の奴の取引内容など知らないが、カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると、その望みは並大抵のものではないだろう。あの女が行ったこと全てには大きな代償が伴っている。きっとお前を生かすために様々なことをしたはずだ、小娘。大丈夫、ここは安全だよ、スバローグ。実は、君に伝えたいことがあるんだ。困りごとなら、地行使に。来てくれたか。それでこちらが
三月の嬢ちゃんとベルトさん。そう、うちが三月七日で彼がベルトだよ。うちらも手伝いに来たんだ。七日、はしゃぎすぎだ。俺たちは仕事で来ているんだぞ、遊びじゃない。幼児ちゃんだって興奮してたくせに。今まで旅してきたけど、事件の調査なんて初めてだよ。うちの聡明な頭脳がやっと役に立つね。これはこれは、三月の嬢ちゃんとベルトさんの名前は以前から聞いていた。少し待っててくれ。上弦、例の写真を持ってきてくれないか。はいはい、声が大きいんだからもう。お待たせ。これは剣木の剣が起きる数日前に将軍様と大木様が指し示してくださった位置に現れた数名の種族の異邦人なの。頼む、先週人では見分けられないような危険人物がいないか見てくれないか。どれどれ、これが今回の事件の容疑者たちなんだね。うんうん、ふむふむ、なるほど。どうしたの幼児ちゃん、この人が怪しそう。彼について教えてもらえるか、資料を確認してみたいんだ。ん、どれどれ。真似しないで。実際に証拠があるわけではないが、調査する甲斐はあると思う。ああ、彼のことか。彼なら少し印象に残ってるな。宇宙を旅する行商人で、商売をやってる上に医術も少し知っていて、確か同盟での登録名は何だったかな。羅刹、登録名は羅刹ね。そうそう、羅刹だ。今回は葬儀用のものらしい大きな箱を持ってきていたな。筆子って名前だった気がするぞ。その筆子があまりにも目立っていたから、ついいろいろと話を聞いてしまった。あれは棺、異邦人の葬儀用品よ。お客さんたちは知っているのよね。いや、そうなのか。とにかく彼のことなら事前に調べたぞ。同盟での記録は綺麗だったな。背負ってた箱、棺も。棺。ああ、それも彼の言う通りで、ただの葬儀用品だった。多分葬儀関連の商売をしてるんだろうな。ラフには異邦人が多い上に、どの生計にもそれぞれの葬儀の風習がある。当然そういった商売をするやつも増えるってわけだ。で、彼がどうした？いや、ただ個人的な理由で彼について調査する必要があると思っただけだ。すまないが、剣木の事件が起きていた間の彼の所在を教えてもらえるだろうか。それはちょっと複雑になりそうだな。ひとまず俺と一緒に司法卿のところまで来てほしい。見ながら説明した方が早いだろう。この凋落点はラフにとって重要な中心市街地なんだ。上もここの治安問題には気を配ってる。だから町のあちこちに機構長が配置されてるんだ。羅刹は剣木が蘇る数日前にラフに来て、その後は別に怪しい行動をとっていないんだが、事件が起きた前日に。やっぱり事件が起きた前日に性格を持って剣木の近くに現れたんだね。確かに一理ある。やっぱりあんたの方が頭がいいね。みんな面白いな。実は俺たちにもこの人たちを調査する理由があって、剣木が蘇る前日の彼の足取りがつかめないんだ。
剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して気候庁のシステム全体が故障してしまってな。事件当日の映像はもちろんだが、その前日のものでさえ多くが破損してる。もちろん聞くつもりだが、むやみに質問するんではなく明確な狙いが必要だ。それに何の疑惑もないのに二度三度も彼の手を煩わせるわけにはいかないだろう。そこでだ、この羅刹に怪しい点があったら詳しく教えてくれ。交流と審問はこちらで手配する。どう説明すればいいだろうか。彼の顔なんだが。ものすごい秘密を話してくれるのかと思いきや、まさかの顔。いくら幼児ちゃんでもダメダメ、見た目で人を判断するのは良くないよ。そうそう、いや、そっちじゃないでしょう。すまない、つまり、いや、説明しづらいな。俺の勘がこう言ってるんだ。この羅刹という人間は怪しいと。申し訳ない、憶測を言ってしまって。気にするな、勘も調査の大切な仲間だからな。俺もなんとなく怪しいと思うことが多々あるし、結果的には当たりの時も多かった。だからベルトさんの勘も信じたい。だが指名手配犯の顔をしてるという主張なら理解できるが、俺は執行官だからな、勘を理由に当事者を逮捕することはできない。苦情でクビになれば履歴にも残って後々の就職に影響があるしね。そう、その通り。じゃなくて何を言ってるんだ。とにかくみんなが調査したいというなら今回だけ特別だ。司法教の権限を与えよう。それから上弦、お前も客人たちの調査に協力してやれ。私は地公使の執行人なのよ。政府のものなのに民間人を調査に参加させるなんて規則違反でしょ。いや問題ないって。現場に行かずに気候庁の映像だけ見せてやればいいから。手がかりを見つけたらいつでも連絡してくれ。顔以外の証拠があればすぐに駆けつける。ただ一つだけ約束してほしいんだが、羅刹本人を直接探しに行くなよ。何があっても俺が先だ。信じてくれるだけでありがたい。迷惑をかけるようなことはしないと約束しよう。心配ないよ、列車組は義理を通すからね。恩をあだで返したりしないよ。よし、上弦、お前が教えてやれ。俺は仕事に戻るぞ。わかったわ。では皆さん、この事件は結構時間がかかりそうだし、準備ができたらまた探しに来てね。こっちはいつでも調べたい資料用意できるわ。それで準備はいい？じゃあこっちへ。大号執行官が言ったように、剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して
機構長のシステム全体が故障してしまったの。その結果、大量の映像データを失い、タイムスタンプも完全に狂ってしまった。はい、これが事件前日の羅刹関連の映像記録よ。つまり、うちらでこれらを正しい順番に並べ直さなきゃいけないってこと？その通りよ、お疲れ様。あんたはこういうの得意でしょ？任せた！諦めちゃダメ！任せたからね。何か思い当たることはある？正しい順番。いいよ、何が見たい？どれ？うん、羅刹がそして三余書士に行ったけど、本は買う。理にかなってる。いいね、さすが名探偵。映像で見た路地ってどこだろう？マップを確認してみたが、そこの空き地には門があって、見てくれ、この門を通ると後ろに埠頭がある。そこを通り聖さんに乗って逃げたのかもしれないな。兆楽天から離れるにしても、なんでこんな偏僻な埠頭から出ていくんだろう。怪しすぎない？おそらく羅刹はそれに乗って離れたわけじゃないと思うの。ベルトさんの言う通り、そこは演習墓地999号埠頭、新作府の埠頭で、だからあの門もずっと閉まってるはず。私の知ってる限りではもう何百年も閉まってて、検査するときにだけたまに開けたりしてるの。つまり肝心なのは彼がいつそこを通ったのかだな。マップを見るか確認すること自体はできると思うけど、多少は待つことになるわよ。大半の映像が失われたと言っても丸一日分の映像だから、調べるものはたくさんあるはず。分かっている。よろしく頼む。よろしく頼むよ。うちらは辛抱強く待つから。いえ、皆さんにわざわざ来てもらったのは私たちだし、こちらこそよろしく。すぐ確認するから安心してね。お待たせ。あの空き地に関する映像すべて確認したわ。まあすべてと言っても結構失ってたけどね。失った部分を修復することはできないだろうか。先ほど俺たちがやったように。一部なら修復できなくもないけど、どうかしら、試さなくちゃわからないわ。もちろんそれにも時間がかかるし。そうか、手間をかけてすまないな。ちなみに残った映像で価値のある内容はあっただろうか。ええ、一つだけ。羅刹が空き地に入っていた2時間後に、あの門から出た人がいたの。
けど羅刹は見当たらなかった。え、これって漁港事件簿にあったシーンじゃない？ひどいよ。本当だってば。漁港事件簿にそのまんまなシーンがあるの。言われてみれば確かに。何を言ってるんだ。漁港の始まりの物語なの。もともとは探偵師の意思だった漁港が謎の組織ヤムチャ会に目をつけられて、そこから派遣された黒服の二人組に路地まで尾行されて毒薬を飲まされた。けど毒薬には寿命族の転生みたいな効能があって、漁港は若返り子供になる。それから漁港はヤムチャ会を調査しつつあらゆる事件を解き明かしていくの。さあ、多分彼らのお茶は姫子のコーヒーみたいな感じなんだろう。ヤムチャ会はただの世を忍ぶ仮の名前。悪者が自分たちの組織を悪者の会って呼ぶわけないでしょ。あんまり怖くない名前でごまかしてるんだよ。つまりナノカはこの黒服を着た人物がヤムチャ会のメンバーで、子供は若返りした羅刹だと言っているのか。漁港事件簿のファンが本のネタを真似して犯罪を犯した可能性もあるってこと。体が縮んだ羅刹が二人に連れ去られたとか、よく考えるほど怖いね。誘拐事件かも。はあ、そもそもこの子は黒髪で、羅刹は金髪だろう。気づいたけど、この子は三洋書士の店長の印象よ。残念だったな、なのか。若返りも漁港もなかったようだ。名探偵の推理はね、最初に何度か間違えるのが定番なの。予想内だよ。寄稿帳には黒服の顔が映らなかったな。とりあえず印象に話を聞こう。何かを見たかもしれない。私は映像の修復を続けるわね。何か進展があったらまた皆さんに連絡するから。オッケー、じゃあ出発しよう。証人探しだ。困りごとなら地甲子に解決してもらえばいいじゃない。小さな店長はいないみたい。周りを探してみる。閉店にはまだ時間がある。あまり遠くへは行っていないはずだ。ラジャー、さあ行こう。
人に店番を頼んでる。獣王子を題材にした小説は読んだ？三夜書士の店長に店番を頼まれた人だよね。ああ、店長、飲酒のことか。店長の居場所を教えてくれる？なんでお前らに教えてや、あのさ、明るく話を聞いてくる人、ま、教えてやってもいいぜ。ごなんで順敵なんかあげなくちゃいけないの？急に何？情報は何よりも価値のあるものだからな。理不尽なやつ。ねね、どうする？脅迫？俺、あんたこそ、うちらが誰だかし。列車組？聞いちまった。まさか。まあいいや、俺様は心優しいからな。ふんだ、物分かりが良くて助かった。獣王子を題材にした小説は読んだ？ねえ、あんたが三夜書士の店長のインショちゃんだよね。聞きたいことがあるんだけど。はい、私がインショです。どうかされましたか？インショちゃんは今書士に帰ろうとしてたところでしょ。じゃあ一緒に行こう。途中で話すから。はあ、わかりました。行きましょう。お話しした映像のことなら多少は印象に残ってます。その日は閉店後にどこか静かな場所で本を読むつもりだったので、街を見て回りました。その時に例の空き地を見かけたのですが、黒い服を着た人たちと金髪の種族の民がいて、読者に不向きそうだと思いすぐに立ち去りました。ちょうどその頃、黒服の二人もそこを立ち去ったのでしょう。ってことは、たまたま通りすがっただけか。その金髪が何をしてたかわかる？ごめんなさい、当時はただ本を読める場所のことばかり考えていてよく見てませんでした。隣にいた黒い人たちのこともです。ただ、黒い人たちから臭い匂いがしたことしか。あ、でもこれじゃ手がかりになりませんね。すみません、せっかく訪ねてきてくれたのに何の役にも立てなくて。いや、どれも有意義な情報だったよ。感謝する。だが、気候庁の映像によると、あの空き地に行く前に羅刹は君の店に寄っていたんだ。私の店、三夜書士ですか？店に寄った？ああ、思い出しました。あの日彼を見たのにどうして忘れていたのでしょう。あの日彼は店に来てブラブラとしながら本を何冊かめくった後、私に一冊渡したんです。確か古めかしい
紙製の本でした。最初は買うのかと思ったんですが、彼はお金を払った途端本の扉のページを破ったんです。驚きましたけど、あの満面の笑みを見て聞くことはできませんでした。その本もカウンターに置いて持っていかなかったんです。変ですね。どうしてすっかり忘れてしまっていたんでしょう。次の日に剣木の事件があったから、そのショックで。ちなみにその彼が買った本とは。あ、この漁港事件簿です。扉のページが破れたから売れなくなって困っていました。あなたたちにあげますね。幼児ちゃんってさ、実は予知能力があるんじゃない？羅刹って本当に悪いやつなんだね。なんであんな悪いやつがいるんだろう。漁港事件簿っていう素晴らしい本をためらいなく破くなんてムカつく。あんな悪いやつの思ってることなんて知らない。知ってたらあいつの仲間になりそうだし。なのかは興奮しすぎだ。地公子が最初に疑問に思った点を忘れてしまっている。つまり危険物をラフに持ち込んだ人物がいるのかどうかだ。大豪たちはその危険物の正体を知らないはずだ。だが俺たちは知っている。それが正確だと。だから本を破るという行為は事件の鍵になるかもしれないな。ちょっとついていけなかったけど、本を破るのと正確に関わりがあるってこと？ねえ、あんたは理解した？その通りだ。ラフには羅刹の仲間がいて、本の扉のページを用いやり取りしていた可能性がある。ますます彼が悪いやつみたいに思えてきたよ。正義を謳う漁港事件簿を邪悪な計画の合図に使うなんて。ただの推測だがな。俺たちはまだ彼の行為を把握していない。気候帳の映像が全部失われたせいで。え？じゃあ手がかりはもうないの？行き詰まった名探偵、そこに現れたのは新たな手がかりであった。獣王子を題材にした小説は読んだ？どれも作り話でしょ。困りごとなら地公子に解決。敵管理の効率が悪すぎる。皆さん、羅刹がいつあの空き地を離れたか分かったわよ。よかった。離れた時の姿が映ってたのかな。その通り。気候帳の記録によると、彼は空き地に入った2時間後にそこを離れた。おかしいね。あんなちっちゃい空き地で2時間も？羅刹のやつ何をしてたの？旅費を全部干し芋プルプルに使ったせいで野宿してたんじゃ。7日でもそんなことはしないだろう。あの空き地にも気候帳があったらよかったのに。未だに彼が何をしてたかわからない。でも調査すればするほど不信感が増しているのは確かだよね。ねえねえ、うちらの幼児ちゃんって思ってることが顔に出るタイプじゃなかったのに、なんだか不安そうに見えない？
俺なら平気だ。ただ他の世界の羅刹に対する先入観からつい心配になってしまっただけさ。聞かれちゃったね。耳が良すぎだよ。私はまだ公務があるから先に失礼するわね。何かあったらいつでも連絡して。私の連絡先は知ってるでしょ。うん、お疲れ様、上弦。あの空白の2時間で羅刹は一体何をしていたんだろうか。いよいよ名探偵ナノが推理能力を発揮する番だね。ナノカはどうしたいんだ。現場に行ってみるか。幼児ちゃんってば分かってないね。漁港が言うには足を運ばずとも現場に行ったのと同じくらい情報を得られるのが真の名探偵なんだって。今行っちゃダメなの。推理が終わって現場で検証して。おお、まさか現場で見つかった真相が美月なのかの推理と全く同じだなんて。ってシチュエーションになるのが名探偵のロマンなんだから。なのかがそう言っているのなら試してみるか。やったー、幼児ちゃん最高。戸籍管理の効率が悪すぎ戸籍管理の効率が悪すぎる。じゃあ真相を明かすね。準備はいい？うん、じゃあ始めようか。人前で推理するのって初めてだからちょっと緊張するね。よし、これからうちは漁港の推理の仕方に習って。今からうちは羅刹だよ。真面目に、うちは今高速で考えてるんだから。あ、そうだ、破られたページ、あのページを持っていったのはきっと使いどころがあるからなんだよね。次は幼児ちゃん、現場のマップを見せて。羅刹はきっとあの門を通っていったはず。2時間もあんな狭い場所にいるわけない。でも上弦さんの話だとあの門は軍の管轄下にあり長年閉まっているはずだが。何らかの方法で鍵を破ったんだと思う。性格を運べるほどの人だから門なんてお茶の子さいさいだって。ふん、これ式の鍵じゃうちは止められないよ。こほん、ごめん、癖で。じゃ、ふん、これ式のたとえ羅刹が門を開けたとしても中に入った理由は何だ。性格を引き渡す仲間が潜んでたからそいつらに会いに来たんだよ。Thank you.
よく考えてみろ。軍事上の用地で打ち合わせをするか。それはうちらは善良な市民だもん。待て、進みが順調すぎ。ん？どういう意味だい？順調だと何が悪いの？俺たちは羅刹が何をしたのかを解明しようとしている。だがここを20回往復しても。それもそっか。つまり彼の道はもっと険しかったって。ギャオー、色白の貴公子め。下道がのこのこと出歩くと。どうしてモンスターが喋れるんだ。緊迫感を足そうと思って。タッチキル。ガツンと来るやつでいこう。2倍速ってこんなもん。陛下に慈悲なし。ラフにこんな危険な場所があるとは思えないな。こういった危険人物と闇商人が。でも正確の取引をした悪者はいたんだから、こっちの方が面白いでしょ。だって羅刹がどんな困難に遭遇したのか想像しにくいし、見逃してよ。はあ、まあどうにか成り立ってはいるな。これほど険しい道とは。今後はもっとあの性格を買おうとするとは。取引相手があそこで待っている。行ってみよう。待った、何をしに来た。いや、あれはヤムチャ界の門番プーアルだよ。プーアルはお茶の名前だろ。そう、ヤムチャ界のメンバーだからお茶の名前を使うのは当然でしょ。話を聞いてんのか。何をしに来た。もう少し礼儀よく喋らせてくれないか。うん、わかったよ。話を聞いていますか。何をしに来たんです。もういい、諦めた。あるものを君たちの頭に届けに来たんだ。彼に連絡してもらいたい。納品？はい、頭なら随分待っていますよ。しかし先に身分証明書を渡してください。頭との面会はその後です。今こそあの手の出番だね。君たちの頭に合わせてくれ。さもなら羅刹のキャラ設定は多種多彩だな。無駄です、私は強い信念の者。これはプーアルで幼児。これ以上話しても無駄のよ。ストップ、すぐ戦うな。なのか。幼児ちゃんの言う通りだね。これはしらみつぶし推理っていうの。これは秘密の合図ですね。本当にあなたでしたか。少々お待ちを。すぐ頭を呼びますから。焦らなくても大丈夫さ。プーアルは合図用のページを見た途端頭を呼びに行った。そしてしばらく待った羅刹は威厳のある人影が近寄ってくるのを目にする。頭、彼です。彼が例のブツを持ってきました。先にブツを見せるのじゃ。幼児ちゃんの頭と言ったらパムしか思い浮かばなくて。この方が私たちの頭、欲しいもプルプル様です。分かったら早くブツを渡してください。ミルクティーもティー、お茶だからヤムチャ会に登場しても問題ないでしょ。
その前に代金を支払ってもらわないと。簡単なルールを忘れてはいないだろうね。またごちゃごちゃと渡せと言っているんです。構わんぞ。このブツは特別危険じゃからな。彼が慎重になるのは当然じゃ。パムはここまで老人っぽい口調だったか。そうじゃったと思うぞ。いやいや、そうだったと思うよ。プーアルよ、代金を渡すのじゃ。どうじゃ、これで渡す気になったか。気をつけてくれ。それはとても危険な品だからね。ではその通り。もうお前とはおさらばじゃ。プーアルよ、やつの口を封じろ。取引が順調に終わったと思いきや、こんな危険なものを俺に売ったからには、もうお前は共犯者じゃ。秘密を守るためにはお前の口を永遠に封じるしかない。なのかはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。それとなぜ俺が禁人になったんだ。それはプーアルの裏設定で、危険な時に禁人に変身するの。そうか。ここの組織は程度が低いようだね。気を緩めるな。ガツンと来るやつ行こう。泣いてよ、ここへ。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもの。天使を授けん。ベレシコ、ベレシコ、陛下に慈悲なし。立ち切る。気をつけて。ガツンと来るやつで行こう。これ覚えておくのじゃ。長楽天でこれほどの騒ぎを起こしたら、すぐに運気軍が駆けつけてくるだろう。はい。なるほど、だからラセツは逃げたんだ。さて、今逃げるな。何者だ、動くな。こんな状況下でラゼツ、早く乗って行くよ。こうして謎の助っ人のサポートにより、ラゼツは精査に乗って現場を離れた。精査でラゼツを迎えに来たのは誰なんだ。わかんない。でも顔は出てないから彼女でよくない。みんなに出番があったからいいでしょう。なのか、ショックを与えたいわけではないんだが、君の推理には少し問題がある。もし羅刹が精査に乗って逃走したのであれば、2時間後に機構長に取られたのは誰だ。しかも軍用施設ではちょっとした騒ぎで運気軍が動くだろうから、モンスターが出没するわけがない。それとさっき君が言った困難が本当であっても、羅刹が2時間も滞在するほどではない。幼児ちゃんの話を聞くと確かにそうだね。名探偵なのはやっぱり漁港には及ばないか。なら現場に行ってみよう。現場ならいろんな謎が解けそうだし。ああ、それが一番の近道だな。行こう。優秀な裁判。家庭の問題は難しいのですね。すみません、人を探しているんですが。
種族の民のはずです。金髪で身なりも先週人とは違いましたね。金髪の異邦人、もしかしたらどんなご用でしょう。その人のおかげで一命を取り留めまして。実は2名ですね。おい、今真剣に話してるっていうのに。すまない、その命を助けたという金髪の人物はもしかしてこの羅刹か。ああ、そうだ。そう、この羅刹さんに助けてもらったんだ。それはいつのことだろうか。確か剣木が蘇る前日だったな。ああ、次の日に大事件が起きたからずっと礼を言う時間がなくて。まさかあんたたちが黒服の二人組。なんで今日は黒服。ああ、わかった。あのことを思い出す。俺らは溝に落ちたんだよ。はどういうこと。あの日は静かな場所を見つけて新しいネタを練習しようとしてたんだ。だがやっと見つけた場所がなかなか人が通らず、ずっと修繕されたことのない場所だったとは。地面に大きな穴ができていた。俺がうっかり足を滑らせて落ちたんだが、彼も慌てるな、王が助けに参ると叫んで一緒に落ちてきたんだ。その穴が溝につながっていたおかげで俺たちは泥まみれになったってわけさ。黒服と勘違いされてお笑いダメだ。だからインシャちゃんが臭いって。とにかく通りかかった羅刹さんが助けてくれたおかげで俺たちは今こうしていられるんだ。ありがとうございます。恩人殿が手を差し伸べてくれなかったら俺ら二人は死んでしまうところだった。何か必要があれば遠慮なく言ってくれ。俺ら兄弟にできることなら何でもやる。できなくてもやってみせる。それはありがたい。でもわずかな骨折りに過ぎないよ。わずかだって。俺たちのためにあれほどの時間と体力を費やしたのに。謝礼は結構だよ。早いうちに戻るといい。道中を気をつけて。本当にありがとうございました。まあ待ってくれないか。お水は体に悪い。僕は少し医術を知っている身なんだ。この薬を飲んでしっかり休むといいだろう。さあこの処方箋を。かたじけない。これ以上迷惑をかけたら申し訳ないし、俺たちは先に失礼する。道中くれぐれも気をつけて、またどこかに落ちないように。その時渡されたのがこれだ。髪の花？綺麗。羅刹が折ったのかな。ああ、彼は処方箋を書いた紙で花を作ったんだ。あんなにロマンあふれる人は久しぶりに見たな。でもこの紙どこかで見たような。広げてみてもいい？もちろん。薬を買う時にも一度広げているしな。もともと恩人探しの手がかりとして地甲子に渡そうとしていたんだ。私たちに任せて。何か進展があったらまた連絡するわね。あ、やっぱり。どうした？漁港事件簿の扉のページだ。どれどれ。この面は処方箋で、裏の面にも字が。なるほど、そういうことだったんだね。自分で見て。ネタバレ千人って何？マナーがなってないね。どうやら羅刹は皆さんが思ってたような犯人じゃなくて、むしろ善良な人みたいね。みんながネタバレ千人の被害に遭わないように、
羅刹はネタバレを書いたページを破ったんだ。こんなことをするなんて、旅行事件簿を心から愛してるってことだよね。この本を、名探偵漁港を愛してる人が悪いことをするはずないでしょ。